行きましょう今日は今日はニワトリくんの話ですねニワトリくんのね話ピヨピヨとねにワトリってねこうやって描くとねなんかニワトリっぽくな,なるらしいおお確かにニワトリっぽくなるなこんな話ですはいでニワトリはあの牛と同じような感じで牛も肉と土で作るじゃない 鶏は今度は肉と卵なのね。だからそれぞれで品種っていうか、まあそれぞれ違いますよっていう。で、まずは肉容器ね。ロイラーって言われるんですけど、こいつの一種見ていきたいと思いましょう。で、メスがいて、オスがいて。で、あの、一つのケージ内にハーレムを作るらしい。オスを1、メスを10とか。完全にこうハーレムを作って、人工的にそれをかける。 50とか。でやると、優生卵がね、いっぱい生まれるわけですよ。で、その優生卵を孵化させて、鶏、ひよこにして、それをうまいこと、こう、たくさん飼っていくと、時間かけて飼っていくと、僕らが言う、こういう鶏にどんどん成長していくと。で、どこ、どれぐらいの鳥を僕らが食べてるのかっていうと、これ若鳥なんよね。まだ鳥になってないっていう若鳥。要は、青年みたいな感じ。 青年少女みたいな。大体三キ3ぐらいのものを僕らお肉としていただいていると。で、ね、案の定、ほら、この期間をね、晒していくんですけど、たって50日で3キロになって、なるわけよ。なんならもう生まれてから50日でもうお肉になっちゃうよね。これはもう豚の記録を更新した。とんでもねえ早い。で、あのー、銘柄系とかさ、 自撮りとかって聞いたことがあるかもしれないですけど、まあ、それは、あの、もうちょっとね、長い。自撮りだとかだったら、秋田県を代表する、秋田を代表するね、比内自撮りっていうのがいるんですけど、あの、そいつらは、だいたい120日以上、あの、平飼いで育てる。うん。すごい恵まれた鳥さんですよね。倍以上。この倍以上、 そう。育てられる。そのためにあの、肉質がね、結構硬いんですよ。コリコリしとっていや。でもなんかめちゃくちゃ出汁が出てね、うめえのよ。比内地鶏ね、食ってみてほしい。秋田に来たらぜひね。はい。っていう話はまあさておき、そう。僕らは若鶏のね、若鶏の肉を食ってる。だからスーパーに行くと若鶏ってね、乗ってると思います。うん、絶対乗ってると思う。50日で出荷されるんだよっていうね。はい。で、今度、卵養系なんですけど、 また始まりは一緒で、あの、メスを産ませるために、またたくさん有生卵を産ませると。で、これでオスが生まれれば、オスが生まれれば、もちろん、お肉の方に行くと。で、メス、生まれ、メスだけを厳選して、厳選することもない。メスだけを産ませて、ひよこにして、ま、あこれを育てていくと、うまいことね、卵用紙のレイヤーっていうのが育てられると。で、このレイヤーっていうのは、あの、 生死がなくてもね、生死がなくても、生死なくても、卵埋めるのよ。すごいっすよね、これ。本当に、生死入ってないの。だから温めても子供は生まれないんですけど、ひよこひよこひよこも生まれないんですけど、卵は産むと。1日1個未満。で、これを僕らはパック詰めして、パック詰めして、スーパーで買って帰ると。そう。 いけるというかそういうことううそこなんだよねでこの鳥さんたちもなねずっとね卵を埋めるわけじゃないんでそうやな1日に1個未満で1年間で1年通して280個、まあ、埋めるとそうで大体2年で屠殺されるんでまあね560個くらいかな1羽のレイヤーっていう鶏で生産できる卵は まあ大体、そうね、600個弱って感じ。鶏の卵巣っていうのはちょっとね、あの、特殊でさ、で、なおかつ妊娠期間が、僕らでいう妊娠期間ってやつが、一日サイクルなのよ。だからね、どん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 、あの、卵が生まれてくるっていうのは、要はそういうことで、で、卵黄がね、卵巣の中にこう卵黄があると。その卵黄が、 ポコポコね、このロート部、卵巣じゃなくて、卵巣、卵管だね、卵管。卵管っていう場所に落とされていくわけですよ。で、はじめは、ロート部っていうところに卵黄,黄、要は黄身の部分だね。黄身の部分がポコッと落とされると。落とされると、このロート部っていう場所で体が作られて、 内側から殻座ーー作られて卵白作られて卵白膜卵白膜はほらあのゆで卵を作った時にさ殻めくったら現れるあの膜を卵白膜って言うんですけど卵白膜で最後に卵白ってできるわけですよで味これが全部完成して1個の卵ができるわけでうんで卵の構造なんですけど真ん中が卵黄だよねよく知ったあの黄身の部分 で、黄身のところに、ちょっと色が違うね、ところを書いたんですけど、これがね、肺って呼ばれる場所で、これが本来、あの、人工、あの、有生卵の場合ね、有生卵の場合、ここが肺になるんで、有生卵の場合だったら、ここが、まあ、鳥になると。鳥になる部分。で、この鳥になるこの肺っていうものは、こう卵を横にして、ね、置いた時に、必ず上になるように、 設計されてるよそれを担ってるのがこの体ってやつ体っていうのがあるおかげで肺が上を向いてるで体をこう取り巻くこれが濃厚卵白ってやつねうん免疫機能を司さってるそうそうそうで一番外装にあるものがこの卵白水溶性の卵白そう卵かけご飯とかで卵をこうパカッと割った時になんかサーって流れてくるやつがあるじゃないですか あれがまあ水溶性の卵白ってやつねうん2種類卵白にもなんかねトロトロしたやつとサラサラしたやつがあるんですよだからまあ僕はなんか昔はなんか頻度が悪いっていうか質が悪い卵はそうなるって思ってたんですけど、まあ、普通に一般的なよくある卵っていうことですなでよくもある間違いなんですけどこの殻の色ね殻の色と黄身の色 栄養素に全く影響がないっていうのがね、こう、味噌ですな、ね。ああ、これはもう本当に。殻の色はもう品種によって変わるのよ。これは品種。品種によって変わる。で、黄身の色に関しては、あの色素を食べさせると簡単に色が変わるのよ。面白いですよね。だから僕らパプリカとか、パプリカとかいっぱい食わせると、どん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 、あの、オレンジ色っていうか、 になっていくと濃厚な色ってやつですね僕らがよく言うあの、あのえっとそろそろ鼻がもげそうなんで終わりたいと思いますいいねチャンネル登録よろしくお願いしますそれじゃあ毎度